はい、こんにちは、島 TV ようこそ。本日は12月22日。明日は祝日ではなくなったみたいですね。どうするんでしょう。平成の日として祝日にすれば、まあ経済効果的には上がるんじゃないかなという気はします。さて本日はですね、宇宙戦艦ヤマト関連も含みます。銀河の歌姫、ちょっと銀河の歌姫ってくくっちゃったのはなんだかなと思ってる方もいらっしゃるかなと思いますけども、63票集まりましたんで、銀河の歌姫、アニメ関係と、実写で一人入ってますけどね、そちらのランキングの発表を、総選挙ですか、女性キャラクターですからね、AKB 全然わからないんですけど、おにゃごクラブで卒業したのかな、アイドル関係は、っていう感じです。それではまず第5位からいってみましょう。これもね、ネタキャラで入れたっていうのが実情ですね。5位はね、鈴宮春日さんです。出典は鈴宮春日の憂鬱でね、めちゃくちゃ平野さんって歌うまいんですよね。これなぜ入れたかと言いますと、鈴宮春日の憂鬱第何話かはちょっと失念したんですけども、宇宙戦艦ヤマトのパロディが出てくるんですよね。でも面白い作品なんで、お暇だったら見てもいいかなという感じなんですけど、デスラー相当に扮した方が春日にめちゃくちゃやられちゃうっていう、パソコンゲームの上ですけどね、そこで入れさせていただきました。これ 2% の得票率ですね。で続いて第4位が、これもネタって言えばあれなんですけど、三宅ゆかりさんですね。これは海上自衛隊の歌姫で、岡山県出身なんですよね。最初のプロのボーカリストですかね、海上自衛隊の。海事といえば、私もコンサート呉の、音楽隊、言葉悪いか、が来てくれましてね、厳しい中央庁に。そこでやっぱりね、宇宙戦艦ヤマトやってくれるんですよ。感動でしたね。最前列で見させていただきましたけど。で、海事のその、音楽隊の方はすごい可愛い方が多くて、その時は三宅さんはいらっしゃらなかったんですけど、で、最後がね、軍艦マーチで締めるんで、本当に海事のコンサート近くで、おそらく間違いなく無料だと思うんで、あったら演奏会行ってみられてはと思いますね。クーレのやつは良かったですね。今まで、そうですね、コンサート結構行きましたけど、一番良かったかな。ヤマトの演奏ももうやっぱりさすがです。演出もね、やっぱり、ヤマト分かってるわっていう感じしますんで、これが、でも 3%。でも、三宅ゆかりさんが、5位でなくて良かったなっていう感じがしました。ここから先ですね、アニメ関係で、ガチっぽいのは。で3位が、機動戦士ガンダムシードからラクスクライン、田中理恵さんですね。これも非常に名曲だと思います。そうですね、ガンダムの、1年戦争以外では私もシードが一番好きかなっていう感じがしますね。それぐらいかな。思い入れね、なかなか。当時シードはね、めちゃくちゃ売れましたからね。それこそルナマリアホークのフィギュアとか、定価3980円が8000円とかにすぐなってた時代でした。生産数絞ってたんでしょうけどね、メガハウスが売ってましたね。これがでもやっぱり 6% ですね。やっぱりうちの、この前も言いましたけど、うちのお客さん、そう、視聴者さん的にはやっぱり、この上位1位、2位、事実上の一騎打ち、にはかなわないんだと思いますね。続いて第2位ですね。第2位は、林民明。
まあ飯島真理さんですね。まあこの辺はやっぱりアラウンド40-50その辺は外せないですよね。私ね、そういえばね、あの最初にデートに行った映画が超時空要塞マクロスとあの風の谷のナウシカの同時上映 でした、今思えばね、すごいですよね。そこで1600円ですからね。いや、1600円じゃなかった、もっと安かったな。学割も聞きましたからね。高校2年生だったかな。その後にバスで別れるときにあのメーテルのキスをいただいたっていうのが、まあ、ちょっとこれこっぱずかしい話なんですけど、まあ、これ見てて分かる人は一人しかいないんで、まあ大丈夫だと思いますけど、あれは衝撃的でしたね。まあその後はまあ、進展することもなく振られて終わったという感じなんですけど、まあこっぱずかしい、まあ過去を飾ってもみんな面白くないでしょうから。まあでもやっぱリン・ミンメイはもう、まあ、おそらく特別でしょうね。やっぱマクロス人気を決定づけたのはあのこのリン・ミンメイっていうのはもう絶対だと思いますね。もう悔しいことでヤマトはやらずにマクロスの特集を NHK がやってしまうっていうのも、やっぱリン・ミンメイさん、まあ、飯島真理さんのあの歌の力と、まあ、あの脚本とあの作画は素晴らしいとは思います、本当に。まあ、今度ね、ミオちゃんが歌っちゃって、まあ次安田さんってマクロス関係なんで、ミオちゃんが歌っちゃって耳アタックをしても、まあ個人的には許します。まあそれはねえだろうっていうツッコミも入れますけどね。まあその辺はまあ、まあ、ネタも込みですけど、宇宙戦艦ヤマト新たな旅立ちでマクロスの要素が若干入ってくるのかなっていう気は、ちょっとしてますけど、まあそれやるとまた原理主義者の方が非常に文句を言ってくれる、文句を言ってこられるっていうのも非常に予想できるかなという感じですね。でまあこれを入れたら次1位です。もう絶対こっちになるだろうなとかというのをもう分かりきったことなんですけど、あ、そうだ、リミミエちゃんが 37% ですね。でも大健闘だと思います。あと、まあ1位はまあまあここも最初出してますけど、あの川島和子さん、あの人ですよね。まあこれを入れていいのかとは思ったんですけど、まあ一応大和関係のファンの方が多いんで入れました。でもね、私子供の頃はあのスターシャの声だと思ってたんですよ。あのあれはスターシャが呼びかけてる声で、まあいろんなことを思ってる声だと思って、あの宇宙戦艦ヤマト見てましたんで、そんな人いないですかね。まあこれがなんと得票率 52% で、5択で 52% 取るっていうのも過半数ですからね。自民党より強い。まあですからやっぱリン・ミンメジャーの 37% っていうのはこのヤマトファンが多い中で大健闘って言っていいですよね。まあ銀河の歌姫としてはやっぱりリン・ミンメっていうのがまああるっちゃありますよね。まあアニメの中で活躍するヒロインとしてはリン・ミンメとラクス・クラインなんで、まあちょっと反則気味だ。川島和子さん1位っていうのも、まあしょうがないかな。まあネタとして、まあそうだねっていうふうにネタとして言ってもらえれば幸いです。マクロスのシリーズはね、まだ全部見切れてないんで、まあ時間作ってまだ見ていこうとは思ってるんですけども、まあとりあえず銀河の歌姫総選挙2019の結果はですね、宇宙戦艦ヤマト川島和子さん、
まあ、大和スキャットということで決定いたしました。これはまあ変なクレームも入ることはないと思いますけど、もしご意見等ありましたら、あのコメント欄の方にあのコメントいただければと思います。もう本当ね、大激戦であと22票で100票になります。あの宇宙戦艦ヤマト、どのシリーズが好き、最終決戦、ぜひね、あと12票できれば100票超えて発表したいと思ってますんで、ぜひともあの拡散の方もしていただければと思います。もちろんね、ヤマトファンとか、まあ、こうやってアニメの関係とか、まあ、結構うちは古いネタを振っていきますが、こういう話もしております。あとフィギュアの紹介とか、そんな関係でもしよろしいと思ったら拡散していただければなと思います。あの本日も一応ライブ配信しようと思ってますんで、疲れてたらやらないかもしれないですけど、もしやってましたらまた遊びに来てやってください。以上、島 TV の動画をお送りしました。また次の動画でお会いできれば幸いです。それでは失礼します。